2008年ロシア大統領選挙は2008年3月2日にロシアで行われた大統領選挙である。ウラジーミル・プーチン大統領が2期8年の任期を満了することに伴い実施された。同時に約4000の地方議会選挙、自治体などの初期間代表選出選挙、国民投票、住民投票が実施された。ドミートリー・メドベージェフ第一副首相は早いうちから セルゲイイワノフ第一副首相と共に、プーチン大統領の有力な後継者の一人と目されていた。そして2007年12月10日に、プーチン大統領がメドベージェフ第一副首相を2008年大統領選挙の自身の後継候補に指名した。プーチンを支持する4つの政党もメドベージェフの支持を表明した。統一ロシアは12月17日に党員大会を開き、 秘密投票でメドベージェフを正式に同等の候補者とした。メドベージェフは12月20日、ロシア中央選挙管理委員会に候補者登録を行い、ガスプロムの会長職を退くことを表明した。メドベージェフの候補者登録は2008年1月21日に受理された。選挙活動でメドベージェフは大統領に当選したらプーチンを首相に指名することを表明した。 以下の4人が、ロシア中央選挙管理委員会によって、候補者登録された。ボリス・ネムツオフ元副首相は、2007年12月18日に、右派勢力同盟の大統領候補に選出された。しかし、12月22日に、大統領選挙に立候補しないことを表明した。ネムツオフは、2007年12月26日に正式に、立候補を取り下げ、 自分を支持する人々に対してリベラル派の一本化を主張し、ミハイル・カシアノフ元首相への投票を呼びかけた。ありがとうございます。